ファウスト2011キャサリン・ドルーギルピン・ファウストは、アメリカ合衆国の歴史学者、ハーバード大学第28代学長、モトラドクリフ研究所所長。ハーバード大学初の女性学長であるとともに、1672年まで学長を務めたチャールズ・チャウンシー以来となる、ハーバード大学卒でもなく、ハーバード大学に在籍したこともない学長となった。ファウストは、 1947年9月18日にアメリカ合衆国ニューヨークでキャサリンドルー・ギルピンとして生まれた。後にシェナンドー渓谷国内のバージニア州北部クラーク郡で育った。ファウストの家系は政治、商業に関わるものが多く、彼女の祖,祖父であるローレンス・タイソンは1920年代に上院議員を務めていた。1964年、 マサチューセッツ州コンコードのコンコードアカデミーを卒業するとブリンマー大学で学習を取得し1975年にはペンシルベニア大学でアメリカ文明に関する研究で PHD を取得した。同年アメリカ文明の助教授としてペンシルベニア大学の助教授となった。その後も研究と教育を重ね教授に昇進した。 南北戦争以前及び南北戦争の時期におけるアメリカ南部史の専門家として、ファウストは南北戦争以前の南部における思想史について、また南北戦争期間中における女性の役割の変化について新たな見解を展開していった。さらに、これまで5冊の著書を出している。2001年、ラドクリフ大学の後継組織であったラドクリフ研究所の所長に就任した。 ファウストは、グリンマー大学や、アンドリュー・メロン財団などの理事や、グッケンハイム財団の教育顧問会議の委員も、務めている。ファウストは、最初の夫であったスティーブン・ファウストと別れた後、同じくハーバード大学で教弁を取っている薬の、歴史学者であるチャールズ・イーローゼンバーグと再婚した。2006年2月、女性別紙発言を発端に非難を浴びていた、ローレンス・サマーズ学長は、 同年6月30日をもって退任することを発表した。ハーバード大学は公認が決まるまでの間、1971年から1991年にかけて学長を務めていたテレクボクを暫定学長とした。2007年2月8日、ハーバード大学の学生新聞、ハーバード・クリムゾンは、ファウストが次期学長に選ばれたと報じた。その後、 大学の運営委員会による正式な承認を経て、3日後の2月11日に公式に指名された。ファウストは指名後の記者会見で、私の総長選任は1世代前でも考えられなかった機械拡大を象徴していると述べる一方で、私はハーバードの女性学長ではなく、ハーバードの学長ですとコメントしている。2008年5月、カリフォルニア大学バークレー工経済学部の 教授として長通っていたクリスティーナ・ローマーへの就寝在職権付与を経済学部から推薦されたがこれを拒否し、この説明し難い決定に対して広くから非難が集まった。なお、後にローマーはバラク・オバマから大統領経済諮問委員会の委員長に指名されている。ファウストは1988年に乳がんと診断されている。この診断結果や治療について、 ファウストはメディアに話すことを拒んでいた。選手とアメリカ南北戦争62万人の死の意味、黒沢マリコ役、彩り流、社、2010。ありがとうございます。